織田秀俊は、戦国時代の武将。名は、信平友。通称は七郎。官職は、現場城、現場玉。滝川和益の娘婿、津田秀正の祖父にあたる。関西重州諸家府編や、信長後期などによると、織田里氏帝の逸応。重州府によると、清須三部行の一家、織田壇上、多いへ当主の織田信貞の末弟。 織田信秀のおじにして、織田信長の王子、現場に当たるとされている。織田信秀に仕え、いち早く、州の返記を受け、秀俊と名乗ったと推定される。天文21年、信秀の後を継いだ、織田信長から終わり愛知軍の中村美里を安堵されている。この時期、織田家中の不統一をめぐり、信長の学府である美濃の斎藤道蔵に訴え、それに対し、 6月22日付の織田現場上宛手の道三の書状の中で、道蔵は秀俊に朝廷を試みるように促し、信長を擁護する立場にある秀俊をいたわっている。このことから織田はじめ門の長老として、信秀の後を継いだ、信長の後見人を任せられていることが伺える。永禄三年、桶狭間の戦いで追いとされる飯尾帝僧と共に、和室取りに置かれた。 同年5月19日、今川軍の猛攻で和室取では落城した。その後は、消息は不明で、落ち延びたとも言われるが、同じく砦を守っていた帝宗が戦死していることから、秀俊も討ち死にしたとみられる。子、津田しうは、信長の死後、豊臣秀吉、徳川家康に仕え、後子孫は、美の三千余石の旗元となった。ありがとうございます。